こんにちは。ジュノンボイコンテストありがたいことにベスト10ファイナリストまで来ることができました。ありがとうございます。19歳の青山亮太と申します。最後の投票期間結構ドキドキだったんですけど、そうですね、今までいろんな方に投票していただけたり応援していただけたりすることでここまで残ることができました。ファイナルの会場でも精一杯自分らしく頑張っていこうと思いますので、応援とか、まあ、見ていただけると嬉しいなと思っております。ここまでありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。こんにちは。16歳高校1年生の朝倉城です。この度先日まで行われていたベスト10決定戦でベスト10に進出することができました。アプリや雑誌などで応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。結果を聞いた時は本当に嬉しさのあまりで、鳥肌が立ったことを今でも覚えています。自分が目標にしていたグランプリまでもうあと本当に目の前なので、これからも感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします。こんにちは。石原優斗、14歳中学3年生です。ジュノン第33回スーパーボーイコンテストファイナリストに進出させていただきました。本当にありがとうございます。ずっと5ヶ月もの間応援してくれていたこと、最後まで信じてくれていたこと、すべての時間と皆様の思いが一生の宝物です。俳優さんになるという夢のスタートに近づくことができました。11月22のステージで皆様に心から応援してよかったと思える自分をお見せします。ファイナルのステージ楽しみにしていてください。そしてこれからもずっと一緒にいてくれると嬉しいです。ありがとうございました。こんにちは。伊藤優生です。この度ジュノンスーパーボーイコンテストのファイナリストに選んでいただくことができました。本当にありがとうございました。これまで多くの方に応援していただいたおかげでファイナルの舞台に立たせていただくことができます。この9ヶ月間は分からないことだらけの中を突き進んできたので、実感が伴わない生活をしてきた気がしますが、憧れのファイナルの舞台に立たせていただくことができるので、本番は精一杯僕はアピールしていきたいと思います。今まで応援していただいてきた方や初めて僕を見ていただく方にも、まだまだ伸びていく僕の可能性を感じてもらえたらと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。高校3年生18歳の岡松瀬奈です。この度はファイナリストに選んでいただくことができました。本当にありがとうございます。そしていつもいつもたくさんの応援、本当に感謝しています。ここまで頑張ることができているのは皆さんの応援のおかげだと思います。そして第33回ジュノンボーイコンテストでは必ず僕がグランプリを取りたいと思います。そしてもっともっと大きく成長していけるように、もっともっとたくさんの方々に応援してもらえるように頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。絶対にグランプリ取るばい。こんにちは。群馬県出身19歳の金井武です。今回の審査によりジュノンファイナリストに選んでいただくことができました。応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。この審査は長くて厳しいものだったんですが、皆さんと一緒に頑張ることができてとても良かったと思っております。ですが次のファイナルステージは、告白審査、パフォーマンスなど、これら全ては自分一人で頑張らなくてはいけません。ですが、自分を出し切り最後までグランプリを目指して頑張りたいと思うので、応援していてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。北村いつきです。この度皆様のたくさんのたくさんの応援のおかげでベスト10ファイナリストに選んでいただくことができました。本当に皆さんありがとうございます。皆さんの応援は僕にポイントをくださっただけではなく、僕自身に大きな力をくださいました。この後のイベントも皆様から応援いただけたらもっともっと頑張れると思います。引き続き北村いつきの応援よろしくお願いいたします。
千葉県出身21歳大学3年生の関隼太です。この度ファイナリストになることができました。感謝の気持ちと嬉しい気持ちで胸がいっぱいです。本当にありがとうございました。皆さんとここまで来れたことに心の底から嬉しく思っております。最後まで信じて僕を応援してくださってありがとうございました。ファイナルのステージでは最高のパフォーマンスをして皆さんに楽しんでもらえるようにただいま猛特訓中です。皆さん楽しみにしていてください。最後まで全力でそして楽しく挑戦していきます。絶対にグランプリを取るのでラスト一緒に駆け抜けていきましょう。これからもよろしくお願いします。皆さんこんにちは。北海道出身中学3年生ドサンコ前川です。じゃがいも大好き。皆さんベスト10の応援ありがとうございました。今ちょっと自分でつぼってしまったんですが、この半年間で人に応援してもらえることがどれだけ力になるかってことを、再確認できました。皆さんの応援があったおかげです。ありがとうございます。ファイナリストに皆さんのおかげで残ることができたので11月にある最終選考会に参加できることになりました。最終選考会ではショールームの配信で言っていた通り、ギターの弾き語りでティッシュの猫をやろうと思うので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。それでは前川タスクでした。バイバーイ。はい、はじめまして。大阪府出身18歳山下幸喜です。無事ファイナリストに行けることができました。イエイ。で、次が最終選考会なんですけども、僕は特技のダンスを披露したいと思います。なのでそれが審査員に伝わるようにこれからも精進してまいりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。そして結果がついてこれるように頑張っていきます。19歳大学1年生の菅原真央です。この度敗者復活戦のプラチナジュノンの方でファイナリストになることができました。皆さんの応援なしではここまで頑張れることはできませんでした。本当に多くのご支援ありがとうございます。今後ともジュノンボーイであるという自覚を持ち、皆さんのことを楽しませていきたいなって思います。最後まで頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。岸本俊樹です。皆さんのおかげでファイナリストになることができました。本当にありがとうございます。ここまでの道のりは決してスムーズではありませんでした。何度も悔し涙を流し、その度に皆さんに支えられ、背中を押され、今の自分がいます。悔しい思いをしたからこそ、たくさん得たものもあります。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんの思いを背負い、感謝の気持ちは忘れず、ファイナルの舞台でグランプリ取りに行きます。どうか岸本俊樹を最後まで応援よろしくお願いします。最後に皆さんのこと保存ありがとうございました。バイバイ。柳谷三助23歳です。ジュノンボイコンテスト最初で最後の挑戦です。一度皆さんと共にベスト35まで行かせてもらったのですが、そこで敗退をしてしまいました。ですが自分の中で諦めるという選択肢はなく、敗者復活戦に挑戦しました。皆さんの熱い熱い応援のおかげで勝ち切ることができ、一つの目標ファイナリストへの切符をつかみ取ることができました。本当にありがとうございます。次は最終目標のグランプリに向かってしっかりとやっていきたいと思います。まずはそこに挑戦できるという幸せをかみしめて、ファイナルステージで自分らしさを存分に発揮していきたいと思います。温かく見守ってくれたら嬉しいです。それでは最後は久しぶりの熱をやらさせていただきたいと思います。熱を。こんにちは。静岡県出身20歳の永山大地と申します。先日行われたショールームジュノンスーパー敗者復活戦決勝、皆様のたくさんの応援のおかげで第1位を取ることができました。本当にありがとうございます。去年からの夢であったファイナリストに選んでいただくことができました。ここまでついてきてくださった皆様、
応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。このジュノンスーパーボーイコンテストを通して成長した自分をファイナルの舞台で見せていきたいなと思ってます。どうかこれからも応援よろしくお願いします。そしてこの子応援してよかったなって思っていただけるような、そんな人になっていきたいと思ってます。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。15人目のファイナリストに選んでいただきました佐藤和樹と申します。たくさんの応援本当にありがとうございました。必ずグランプリ取りますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。